アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、さすがにね、ちょっとこのジャガン、ゼロキル、ゼロキルでは終われませんので、はい、こいつをこいつの花を咲かせてやろうと思います。しかしながら今回こいつ5キル以下ならもう使いません。はい、お願いします。本日のフィールドはグリップス2です。あんまりちょっとここは格闘がどうこうっていうフィールドではないんですけれども、まあね、僕レベルになるとね、ここでもしっかり格闘触れるので、まあ5キルぐらいはできると思います。よし、作戦区域内に敵の大部隊が出現しました。戦闘態勢に移行してください。はい、もうここはね、例のごとく、まあ先のアクシズ居住区とは違い、結構ぶつかり合うことが多いのですけれども、しっかり初動は Y 拠点狙っていこうと思います。でね、この3番についてね、これは一体3番は必要なのか、有無を問いただしたところ、コメントでね、ここはコンテナを回収する、場だと。はい、なのでまあ踏んでて損はないということですね。踏んどいて損はない。よし、なので 3番もしっかり、踏めるときには踏みに行きましょう。右左からナイチンゲルが来てる。ここは譲ろう、道を譲ろう、譲ります。そうか、こっから3番に出ていく人と切り替えて行くよ。入ります。あー、切られた。待って、ドドドドドドン。ちょっとブーストに余裕がありませんでした。あ、ちょっと待って、ボーイ、B が割られる。ナイチンゲールの天敵はこの黄金のオブブレス。なかなかの痛手を負いましたね、これは。なかなかの痛手。これはまずいな。これは積極的に落としにかかってくるでしょうね。とりあえずそれは全部防ぎましょう。はい、全部防ぎましょう。来てる、ナイチンゲール。ナイチンゲールが2機。敵確認、排除します。やあ、私に苦戦しているようでは他のパイロットには勝てないですよ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。どうしようかな。重力の下で格闘を振るのはナンセンスだからな。仕方ない。何、そいつ敵か、こいつ。あっ、あっ、とにかく回収しなきゃ。君に抜けるしかないわ。敵じゃありませんでしたね。深く謝罪申し上げます。うりゃ、よーし、一つ。やばい、これはまずい。大丈夫だ、落ち着いていけ。一回回復してもいいんじゃないか。よし、
攻撃を続けさせて。そこ、すごい、排入ガンダムがいっぱいだ。どうする、地下から来るか。地下だったらまだ、地下の方が戦いやすいのかもしれないな。地下から行こう。とにかく攻撃を続けるしかないわ。まだね、ゲージ差そこまでついてないから、まだまだいけるから。門待ちのエテポンゲ、あのガンオン全盛期を支えた門待ちのエテポンゲ、ここに復活。来いよ、来てみろよ。攻撃を続けさせてもらいます。俺の勝ちだ。いかがかしら。今日はいい天気だね。敵本拠点に接近。サイドから来てないか、これ。拠点はいただいたよ。来てなかった。あ、結構攻めてるね。行くか行くか行くか。何もできない。え、壊したの？すごいじゃん、やんじゃん、大逆転じゃん、やんじゃん。よし、下の拠点は僕に任してくれ。アリスよ、僕に力を貸してくれ、アリス。アリスをなめるなよ。もうほんとクロスボーンガンダム嫌い。クロスボーンガンダム乗ってるやつほんと嫌い。ほんとに、クロスボーンガンダム乗ってるやつマジで本当に嫌いだ。よくあんな機体乗ってるわ、あんな機体、クロスボーンガンダムみたいな、なんかいやらしい機体乗りやがって。なんかミノ巻かれてるってことは来るよ。ミノフスキー粒子が濃いの。しかしこの守り神の僕がここがにいることに皆安心してくれ。僕がここにいる限り一匹たりともここを通すことはない。信じてくれ。みんなあの言っていいよ。ここは僕に任せてくれていいよ。もう僕はこれ以上ここから動くことができない。帰ります。え、あれ、敵じゃない。回収しないと始まらない。これ以上好きにさせない。やっぱ狙ってくるよな。やっぱここしかないもんな。来るぞ。下か。よし、もう帰る。もうジャック。ジャックは宇宙ではジャックは使えません。はい。酸素隙間が
あって、その酸素的なやつがもうすごいな、みんなすごいですね。行くか、とどめさしてくるわ、ちょっととどめさしてくるわ。ちょっとあの箱の中だよな、あの箱の中。ただできるをやるわけにはいかない。ただできるをやるなよ。そう、どんだけ押している状況だとしてもね、あの舐めたプレイだけはしない。玉詰まり打てない、打てる。もうこれがあるからニューガンダムのフィンファンネルって中古品なんだよな。届いてよし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 よっと。よし、本拠点っていうのはまあなんかイメージとしては結構あの遠いイメージがあるんですけれども、決して本拠点との距離は皆が思っているほど遠くはありません。名言っぽく言ったけど普通のことを言いました。はい、てなわけで、このジェガンは、ちょっと、点数つけるんだったら、ちょっと待って、ちょっと点数つけるわ、ちょっと待ってな。今回の総合評価、ニューガンダム、実にいつも通り、非常に強い、本拠点もしっかり初動、さらに再出撃の時もしっかり拠点、両拠点に攻撃が届く素晴らしいモビルスーツ、95点。こいつはちょっと今回はまあ結構すぐ死んだな、60点、で百式はやっぱりね、やっぱ百式は切り開く力がある、こいつには切り開く力がある、75点でこいつはね30円ですね。はい、